フェルニゲッシュは、ハンガリーの民話に登場する竜である。黒い一つ首の竜である。ホロ・フェルニゲッシュ、黒竜、フェルニゲッシュとも呼ばれる。ホロはハンガリー語で渡りガラスを指す言葉である。民話、勇者ヤーノシュと、黒竜、フェルニゲッシュに登場する。昔、ドナウ川を越えた場所に貧しい老人と、娘三人、それに、息子ヤーノシュが暮らしていた。老人は、亡くなる際に、 何者であっても三人姉妹を求めたら逆らうなと言い残した。数日後、一匹目の竜が現れ長子を奪い去った。翌日、さらに巨大な竜が来て、自死を奪い去った。三日目にはさらに大きな竜が来て、マッシュを奪い去っていった。ヤーノ氏は、悲嘆に暮れ、当てもない旅に出た。ある町に着くと、王とその家族が続けて亡くなったため、一人残された、王女も含めて、 皆が長い間もに服していた。ヤーノ氏は城に行き、旧儀として仕えた。21歳になった時、ヤーノ氏は王女からの求婚に応じ、この国の王となった。王妃は宮殿内の近世の間には自分しか入れないため、自分が教会に行く間も入るなとヤーノ氏に忠告した。ある日、ヤーノ氏は王妃だけを教会に行かせ、 一人で金星の間へ入ろうとしたが扉が開かない。時期に室内から聞こえてきた声に教えられて、ヤーノ氏は鍵を見つけて金星の間に入った。そこには石板で蓋をされた石桶があり、中から水を求める声がした。ヤーノ氏が水ではなくどう酒を与えるたびに石板を止めていたたがが外れていき、石板を押し上げて怪物が飛び出してきた。 これこそが封印を破って出てきた恐るべき竜、フェルニゲシュであった。フェルニゲシュはヤーノ氏を翼で叩きの召し、城から飛び出すと、教会から帰る途中の王妃をさらって飛び去った。ヤーノ氏はフェルニゲシュがこの地域の竜王であることを知り、国の統治を家来に任せて、フェルニゲシュと王妃を探すべく旅立った。たどり着いた不思議な世界には、長子がいた。 その夫である六つ頭の竜は、ヤーの主から事情を聞くと、義理の弟であるヤーの主に協力することとし、彼を自分の兄である竜に引き合わせた。そこには、自主がいた。自主の夫である十二の頭を持つ竜もヤーの主に協力することとし、弟の竜とヤーの主を一緒に背中に乗せて、兄の竜のところへ行った。黒竜フェルニゲシュの領地と隣り合っているその竜の領地に、 マッシュがいた。マッシュの夫である二十四の頭を持つ竜は、黒竜、フェルニゲュは自分たちの狩猟ではあるが、皆が不快に思っており、自分たちが、そうがかりでも倒すことはできず、かろうじて、石桶に閉じ込めたと話した。さらに六つ頭の竜は、ヤーの主に馬を貸し、王妃は毎朝八時に、黒竜の城にある井戸橋に来るから、そこで救うべきだと助言した。 朝8時に王妃が井戸橋に現れると、待っていたヤーノ氏は彼女を馬に乗せて脱出した。しかし、馬屋にいる五本足の馬が暴れ出す声を聞いた、竜王が気づき、その魔法の馬でヤーノ氏に追いついて、王妃を奪い取った。翌日、ヤーノ氏は十二の頭を持つ竜から借りた馬で井戸に、向かい、再び王妃を奪い返したが、黒龍にまたも奪い返されてしまった。 二十四の頭の竜が持つ馬でも同様だった。二十四の頭の竜は五本足の馬の体となる馬の居場所を王妃にフェルニゲシから聞き出させるようにとヤーの種に助言した。黒竜は王妃が尋ねるたびに拒否したが、ついにその六本足の瞬足の馬の居場所を教え、王妃がそれをヤーの種に伝えた。三匹の竜の計画通り、ヤーの種は再び王妃の奪還に挑み、 フェルニゲシュに追いつかれると体を切り刻まれて殺された。王妃は泣くのをこらえながら、フェルニゲシュに懇願して、ヤーノシュの死体が入った袋を馬にぶら下げることを了承させた。馬は3匹の竜が松鋼工場に向かい、竜たちは死体が入った袋を馬から下ろすと魔法の力でヤーノシュを生き返らせた。ヤーノシュは フェルニゲシュが行った、火の海の中にある七の七倍の島に向かい、そこに住む魔女が所有する、六本足の馬を、魔女が次々に出してくる困難を突破して、手に入れた。馬を追ってきた魔女が、竜たちの領地に侵入しようとしたが、竜たちが食い止めた。ヤーノシュは再び王妃を奪還すると、六本足の馬で、逃走した。フェルニゲシュはまたも追ってきたが五本足の馬では、追いつけない。 フェルニゲシュの白車で痛めつけられた五本足の馬は、兄弟である六本足の馬が言うのに従い、急降下して、フェルニゲシュを振り落として死なせた。ヤーノ氏と王妃は二頭の馬で、竜たちの元へ戻り、礼を述べて、国に戻った。ありがとうございます。